ゴミが落ちていない道路や手入れが行き届いた公園など街がきれいだと気持ちがいいですよね。そこで今回は街をきれいにするさまざまな活動の中から区民の方々による美化活動、区の害獣対策、スマホで報告、練馬地レポーターの3つをピックアップし紹介します。最初はこちら光が丘にある夏の雲公園で花壇の管理を行っているグループを紹介します。広々とした芝生広場、充実した遊具や健康器具、夏にはジャブジャブ池も楽しめ、幅広い世代の人々に親しまれている夏の雲公園、その一角にひときわ目を引く花壇があります。色とりどりの花々が訪れる人を楽しませてくれます。この花壇を管理しているのはクモリン緑化花の会の皆さん。メンバーは地域に暮らす住民の方々で、公園を訪れる人たちに美しい花や緑を楽しんでもらおうと活動しています。月2回草取り、花がら摘みで植え替え等々をやっております。自主管理花壇ですので、ただ規制的にそうやるだけではなくて、普段の日でも自分で草が目立つなとか、雨が降ってなくて水が欲しいだろうなという時に来て、自主的に水をやったり草を取っている人もいます。クモリン緑化花の会は区から委託を受け、区立公園や緑地、駅前などの花壇を自主的に管理する花壇管理委員会の一つです。参加している人は現在20名です。かれこれ10年近くやってる方から、まだ 1、2年という方と、いろいろな方がいらっしゃいます。花でもって、皆さんにね、癒してもらえるようにできるだけ、癒される花壇を目指しております。メンバーの皆さんにやりがいについてお聞きしました。色合いを考えて相談しながら植えたんですけど、それもとても楽しかったです。みんなお花が好きな人たちばっかしだから、だいたい優しい人たちの集まりみたいなもんで、だからまあ仲間もいっぱいできましたし、子どもたちがいっぱい集まってくるでしょ。わあ綺麗だとかなんか言って、こうやってやってるのを見ると、ああよかったなと思ってます。この花壇の綺麗な花々は区民の皆さんの手で大事に育てられているんですね。さて続いては区の害獣対策。繁殖期には人を攻撃することがあるカラス。近年住宅地に出没することが増えたハクビシン。区ではこうした害獣への対策を行っています。こちらの公園にカラスの巣があったんですか？はい、そうです。こちらの木になります。この木なんですね。そうですね。こういった区民の皆さんが集う、こういった公園にもカラスの巣ってできるんですね。そうなんです。区民の方々が襲われないように、私たちも巣の撤去をしております。カラスの巣はどういったところにできるんですか？一番多いところですと、やっぱりこういった樹木になります。それ以外ですと、電柱ですとか、一般のお宅の庭木にも作ることがあります。ちなみにこちらの公園で撤去した巣はこのようなものになります。これは、針金ハンガーですか？そうです。こういったハンガーを使って巣を作ることが多いです。それにしてもすごい量ですね。そうですね。あちこちからかき集めてきたんだと思います。カラスは3月頃から巣作りをし、4月から5月頃に卵を産みます。卵から帰ったヒナが巣立つのが6月から8月頃です。この繁殖期には卵やヒナを守るためにカラスが人を威嚇したり攻撃したりすることがあり、
区にも相談が多く寄せられます。カラスはいわゆる鳥獣保護管理法で捕獲が禁止されている鳥です。そのため区ではカラスが威嚇攻撃をしてくるときに、その巣の撤去であったり落下したヒナの捕獲処分を行っています。巣を作らせないようにする方法はあるのでしょうか。一番大事なのはやっぱり樹木の剪定をしていただいて、見通しだったり風通しを良くしていただくことがよろしいです。その次に一般の家庭ですと、ハンガーなどを外に出しっぱなしにしないようにさせていただくことも大事です。あとはカラスを寄せ付けない、増やさないというところで、ゴミ出しのルールを守っていただくことも大事だと思っています。カラスの攻撃を避ける注意事項としましては、一番は近づかないということになります。飛んできたカラスの方向にそのまま進まない、やむを得ず通るという時には傘を差していただいたり、帽子で頭を保護していただくことが大事です。額から鼻にかけて白い線があることが特徴のハクビシン、近年住宅地に出没することが増えています。どのような被害があるのでしょうか。一番多いのは家屋に住み着いてしまうという住み着きが多いです。その他には庭の果樹が食べられてしまう、ベランダに糞をされてしまうといったことの被害の情報が声として多く寄せられております。被害があったときに我々では業者の派遣をして現場の調査であったり罠の設置を行っています。で、多くの区民の方からお声いただいているのは、年度に次ぎ一度限り無料で区の方で対応することができます。日頃からできる対策として、家の隙間を塞いでいただくというのが一番有効です。ご自身の家の周りを点検していただいて、通気口であったり、そういったところの穴を塞いでいただくというところが一番です。その他ですと、ペットを飼っている方ですと、お外にペットの餌を放置しないですとか、物置小屋がある方については、そちらの物置小屋についても同様に点検をしていただいて、住み着かせないというところが日頃からできる対策と考えられます。カラスやハクビシンについてのご相談は、環境課まちびか推進係へご連絡ください。ところで、町のきれいを保つために、皆さんからの情報が頼りになっているって知っていましたか？情報提供は手軽にスマートフォンでできるんです。練馬地レポーターは、区民の皆さんから道路や公園、設備などの不具合を投稿してもらい、区が素早く対応する仕組みです。道路に穴が開いている、公園のベンチが壊れている、街路灯が切れているといった不具合を見つけたら、スマートフォンで写真を撮って専用アプリ練りレポに投稿します。区は投稿内容をもとに迅速に対応し、その結果を投稿者に写真付きで回答します。この練りレポは、ゴミ拾いや落ち葉の清掃など、町の皆さんやレポーター自身の町を良くする行動も投稿できるんです。登録は簡単。練りレポホームページから専用アプリ練りレポをダウンロードしてご登録ください。石神井公園にやってきました。青々とした緑がとっても気持ちいいですね。こちらでも区民の皆さんが活躍されています。石神井公園野鳥と自然の会は、三宝寺池側にある水辺観察園を中心に、動植物が生息する環境を守るため、草刈りや水路の清掃などの活動を毎週水曜日に行っています。また月に一度参加者を集い、昆虫や野鳥などの自然観察会を開いているほか、公園の自然や会の活動を伝える会報誌を定期的に発行しています。主な活動はですね、かつてこの石神井公園にあったような植物の復元とか、あるいは武蔵野にあった植物の復元とかを目指して活動しています。で、それ以外にもこの会の独自の活動としてはですね、石神井公園がどんな状態にあるのかっていうのを調べようとして、トンボとか蝶の調査をしたり、野鳥の調査をしたりとか、そんなことをやってますね。30年にわたり活動されているということで、会員は100名を数えます。会員の皆さんに参加したきっかけや会の魅力についてお聞きしました。
最初ね、公園の花を撮影してたんです。で、一人でやってて、たまたまですけども会の人と一緒になることがあって、まあそれがきっかけで会に入会してという感じですかね。一人でやってるとね、どうしても視野が狭くなるので、会に入ってどんどん、まあ、自然観察とか自然のな面白いところに気づいてきたという感じですね。皆さんが詳しいんです。鳥のこととか蝶のこととか虫のこととか、まあ、お花もそうですけれど、そういう話を聞いてると、こういろんなものが見えてきたりとか聞こえてきたりとかして、こう世界が広がる感じで楽しいです。私どももですね、今100人ということで、かなりかつてよりは相当力がついてきてるんですね。だから希望としては、石神井公園全体がですね、もうちょっとやっぱり生き物がね増えるような環境、それから子どもたちも遊びに来ると喜ぶような環境ね、そういうところにしていければなと思ってますけどね。練馬区ではこうした緑を守り育てる活動をしている団体の情報を広く PR し、活動したい区民の方とのマッチングにつなげる緑の活動団体登録制度を開始しました。登録を希望する団体の方、活動に参加したい方はお気軽にお問い合わせください。区内では地域やグループでの美化活動などが積極的に行われていました。区民の皆さん一人一人の意識と取り組みが、きれいな街練馬を作っているんですね。次回の練馬ホットラインは、厳選商品が勢ぞろい、練りコレ2020です。どうぞお楽しみに。